日曜 AM 1時のレディオバー、皆さんこんばんは。このレディオバーは日曜日の深夜1時にだけ開く不思議なレディオバーでございます。本日は令和5年2023年2月5日日曜日の深夜1時ということで、今夜もオープンしたいと思います。支配人の不思議レモンです。さあ、ということで2月もスタートいたしまして、まあ毎年ね、もう2月で結構暖かくなってくるような雰囲気ありますし、まあ、週間予報なんか見ております。結構ね、寒さのピークは超えたのかなという、まあ三寒四温とよく言いますから、また寒くなったりはすると思うんですけどもね。今日のお悩みなんですけども、まあ自分の体調不良時に周囲の顔色を、気にして落ち込んでしまうというね、お悩み。そしてまあこれ、まあよくこのレディオバーのお悩みでも登場するんですけども、まあ、男性女性、まあ、どちらがね、そのまあ食事代とかそういうまあお金に関して払うのか、デートの時なんですけども、でまあ普通まあ大体男だと思うんですけど、問題はその小銭とかですね、そういうまあレベルの時にどうするのかというまあお悩みですね。今日は一刀両断していきたいと思います。サンデーナイトレモメンドのコーナーはユニゾンスクエアガーデンということで、まあ、ニューアルバムが、出るのかな今年、まあ、新曲なども出ておりますけども、シレモ的、3曲をセレクトしております。今日も深夜にありますか、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は不思議音楽レーベルカフェ&バー不思議チェアの提供でお送りいたします。日曜 AM1 時のレディオバー、今週はマスター不思議レモンがあなたの悩みに一刀両断する日曜 AM1 時のお悩み相談。それでは最初のお悩みからいってみましょう。大手小町というサイトからです。体調不良時に周囲の顔色を気にして落ち込んでしまうというお悩みいってみましょう。30代会社員の女性です。私は自分の体調が悪い時、周囲の目を必要以上に気にしてしまいます。今まで旅行や職場などで具合が悪くなった時、友達や職場の人からお荷物扱いされることが何度もありました。最初はみんな心配してくれるのですが、徐々に迷惑そうになり、関わりたくないという態度を示されます。その経験から、自分の体調不良イコール相手への大きな迷惑という図式が自分の中にできました。相手に迷惑をかけたくないため、いつ具合が悪くなるかビクビクしてしまったり、具合の悪さを隠したりしてしまいます。自分が辛い時に相手の顔色を気にして落ち込む自分を変えたいです。アドバイスをお願いしますというお悩みでございますけども、不思議アンサーですけども、病は気からということでね。まあ、この方を見ているとですね、なんかその病気を結構自分で作り出しているような全体的な感じがするんですよね。ですから、まあその気で病なんかなくならないよと、まあ、言われる方いらっしゃるんですけど、僕は基本的に病は気からという思っている人間なので、なんかそのなんていうんですかね、そのビクビクしてしまっているという部分も、なんか全てがその病を作り出してしまっている自分のような感じがしてですね、その考え方とか、その、自分の習慣生き方全てを変えたら、パッとなんか全てが、なくなりそうな感じもするんですけどね、こういう方はね。でやっぱりお荷物扱いされることが何度もありますって書いてるじゃないですか。基本的に世の中の人は病気の人はあまり好きじゃないんですよ。あまり関わりたくないと思うんですよ。ですから僕は、病気というのは基本的に隠せと、しんどくても表に出すなというタイプなんですね。人が去っていってしまうから、それは。で自分で病気を出さない、アピールしなければ、病というのは基本的に僕は、さっき言ったように病は気からですから、まあ吹っ飛んでしまう。よく言うんですよね、病は忘れることによって治るというよく言うんですよ。ですからどうもこういう人って、この方のこうなんていうのかな、お悩み文を見てると、自分は病気なんだというのが最初から最後まですごくこうあるというか、いやいや病気じゃないかもしれませんよあなたっていうね、感じもするんですよね。なんか自分は病気であるということを前提に全てを物事をこう訴えてらっしゃるというかですね、これだとなんていうのかな、なんか相手の顔色を気にしてとか、そういうなんか問題じゃなくて、そもそもその根本的な問題にあるんじゃないんですかと思ってしまうんですよね。だからその体調が悪くなった時もですね、例えばさんまさんのようにですね、あ大丈夫大丈夫かまへんかまへんっていう感じで行くとですね、皆さん対応って変わると思うんですよ。もちろん心配はしてくれるけどね、
なんかちょっとこう今のこの方とは違う対応になると思うんですよ。あの辛そうにしててもしんどそうにしていてもね、うん、でもこの方って多分、具合が悪くなった時にみたいなみたいなものがなんかすごい出てそうな感じがするんですよ。このお悩み文からそうじゃないですか。相手に迷惑をかけたくないため、いつ具合が悪くなるかビクビクしてしまったりとかいうね、結局なんか病気ありきのあの全てなんですよ。いつ具合が悪くなるかビクビク、いや具合って別に悪くならないんじゃないのと普通の人ってそうじゃないですか。あのいつ病になるかって考えて生きてる人っていないじゃないですか。なったらなったらね、ああ仕方ねえな休むかっていう、そういうレベルじゃないですか。だからなんかね、根底に病があるというような、あの年取るとそういう方多いじゃないですか。あのなんかどこどこの病院がとか、誰々のね、あの病気はどうやらとか、そういう話題ばっかりになっちゃうじゃないですか。だから僕はやっぱり病は気からだと思うんですけどもね。だからちょっとそういう根本的なものを、治すというか、もう口に出さないまでね、病というのは根本的に、うん、もうそれが僕は結構大前提だったりするんじゃないかなと思うんですけども、 CM の後次のお悩みです。シギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。フシギレモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。フシギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギテレビジョン、フシギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。フシギレモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。フシネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。日曜 AM1 時のレディオバー、今週はマスターフシギレモンがあなたの悩みに一刀両断する日曜 AM1 時のお悩み相談。それでは次のお悩み行ってみましょう。お悩み解決掲示板より、彼氏と遊びに行ってコインロッカー使うときに…ということで言ってみたいと思います。彼氏と遊びに行ってコインロッカー使うときに100円足りないって言ったら、そこに両替機あるよって言われた、どう思いますかというね悩みでございますけども、フシギレモンアンサーですけども、自分で出せばいいんじゃないですかっていうことでこれって結局まあ彼氏さんなわけですから、まあ、100円足りないって言った時にですね、まあコインロッカーですから、まあ300円とか200円とかのねコインロッカーってあると思うんですよ。その時に、まあ言ったらね、ああ分かったって言って出してもらえると思ったんでしょうね、この彼女さんは。しかし彼氏さんはそこに両替機あるよというふうに言われたということで、ちょっと冷たいんじゃないのということだと思うんですよね。でこれはまずその男と女がデートして、男がやはりお金を出すべきだということを彼女は言いたいのか、まあ多分そうなんでしょうね。もしくは普段ある程度、お互いに、まあこう半分半分出しているような、まあ恋愛していてもですね、ちょっと今100円足りないからということを彼氏に言ってですね、ちょっとそれぐらい出してほしいなという感覚なのかもしれません。ただまあどちらにしてもですね、まあ100円ぐらい自分で出すのがいいんじゃないでしょうかね、こういう時は。うん、まあ例えばその、彼氏が、僕もあるんですよ一回ね、そのまあ駐車場かなんかで、そのどうしても小銭がいる時に なくて、小銭がね、でその時にお付き合いした、
硬いんですね。ちょっと100円で出してくんない、100円貸してくんないって言ったら、って言われた。その時、あ、ごめんねとかいう感じで、口では言ったんだけど、心の中は、このケチがって思ってね、そういう感じでございますけども。だから、基本的にやっぱり小銭程度なものはですね、女性もやっぱり自分で出すということでいいんじゃないですかね。何もかも男が出すというのは、まあ、デートの時はね、まあ、ある程度経済的に男性の方が上であれば男性が出すという感じでいいと思うんですけども、ただやっぱ小銭ぐらいは自分で出そうよと思いますね。仮にそのお互いそれなりに出しているとデートでいう時でもですね、やっぱ小銭ぐらいはね、まあ、崩してもね、いいから出したら、まあ、ちょっと崩すのあれだから出してくんないという感じで聞くのはいいと思いますけど、その時にいやちょっとって言われたら、もう自分で崩して100円ぐらい出したらいいんじゃないでしょうかね。100万じゃないからね。その辺はもうなんか、女性側も100円ぐらいは自分で出すという、ことの方がいいんじゃないでしょうか。日曜の夜に聴きたくなる3曲をセレクト、サンデーナイトレモメンドのコーナーでございます。今日はユニゾンスクエアガーデンということで3ピースのバンドでございますけどね、まあ、非常にうまいんですよね。あの3ピースのバンドってやっぱうまくなきゃ結構ね、なんか成り立たないようなところがあって、もうごまかしが効かないんですよ。やっぱり、ね、ほぼ、4人編成以上だと結構、まあ、間違えたとしてもですね、結構まあごまかし効くんだけど、3ピースってやっぱりもう、間違うとすぐねフレーズ間違うと分かるからね、僕も3ピースやったことあるからね分かるんですけども、やっぱり結構ねこう大変なんですよ3ピースって、ですから、まあ、めちゃくちゃうまいですねユニゾンスケアガーデンはね。3曲セレクトしてみました。1曲目、シュガーソングとビターステップということでね、この歌がまあ一番有名だったりしますけどね、非常にグルーヴ感もあっていいナンバーですよね。2曲目、君の瞳に恋してないというとね、恋してないんかいというね話なんですけども、この辺も非常に遊び心あふれるようなタイトルで、キャッチでね、いいナンバーですよね。そして3曲目は新曲でございますけども、レモンチューブステーションでもご紹介してましたけども、ナンブネスライカジンジャーということで、まあ、非常に大人っぽい、感じのね、ナンバーでかっこいいですよね。これジャジーな、ナンバーで、やっぱこの辺がねやっぱりこのイーゾンの、まあ、スキルが高いからこそ実現できるこういう歌だと思うんですけども、こちら3曲のシゲレモン公式の方で視聴できます。ぜひチェックしてみてください。皆さんにとって良い1週間であることを願いつつ、私はこの辺でおやすみなさい。悲しく酔ってる私、グラスに溺れて見える、薄紅色の唇に絡む愛を、言葉だけ飲み干して、いつもの枕に背を向け、私の心いつでも抱きしめるのは、いつからかどこからか、長いひげを待つこの場